匠ソースの高井です。父、読後感をしてまいりたいと思います。2019年11月号、特集、語らざれば憂いなきに似たり。今回の箇所は、巻頭の言葉、アサヒビール社有の福地茂雄さん、心と形というタイトルの部分です。短い文章でありますけれども、すごく考えさせられることがあるなぁと思います。現代の日本は確かに豊かです。物質的にはどの家庭でもほとんどの家庭だと思うんですけど、白いご飯が食べれて、雨風をしのげる家があって、そしてこの世に着る服がある。これが普通になっています。そのような物質的には何一つ不自由ない生活ができているにもかかわらず、昭和の本当に物のなかった時代、戦後の何もなかった時代からするならば、本当に豊かな時代にありながら、私たちはこれでもか、これでもかと、まだ足りない、まだ足りないと物欲をかきたてて、次から次へと新しいものを欲していくと。しかし、ある学者さんが言うには、これは文明が進化する、進歩するためには紛れもなく必要なことであると。ですから、新しいものを求めること、新しいことをどん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 古いものを捨て去って、新しいものに、新しいものを求めていくこと、これは文明においては大事なことであると、言われることが、言われたことを聞いたことがあります。確かにそういう一面もあるのかもしれませんが、大切にする気持ちとか、一つのものを最後まで使い切る気持ちとか、そういうものは非常にすごく古びた考え方になってきてしまってるなというふうに感じます。私の子供たちもやはり、私に比べると、比べてはいけないんですけどね、私なんかの価値観とはやはり全く違うなということを思います。次から次へとね、スマートフォンも買い替える、それが普通。洋服も、何度か袖を通して気に入らなくなればすぐに捨てる。運動靴もちょっと汚れたから捨てる。洗えば使えるじゃないって私なんかは思ってしまうし、もちろん洗って使うことを求めますけども、最近は全くね、そういうことも聞かなくなりまして、やっぱり、捨てると言ったら捨てちゃうし、本当に物に対する価値観っていうのがね、今の子たちは特に、欲すれば大抵のものは得ることができるので、物に対する価値観っていうのは本当に変わってきてるなと思います。それによって、心もね、変わってきてしまっているのじゃないかなというふうに思います。皆さんは愛着っていう言葉使いますか？何か一つのことをね、一つのものに愛着を持って大事に使うっていう、そういう気持ち、これって私すごい大事なことじゃないかなというふうに思います。何かに愛着を持って、大事に大事に使う、それは作り手の人の心に応えることでもあったりして、大事にすることによって、そのものがより、大切なものになっていくというか、そういう感じでないでしょうかね。
で、私実はですね、これ、ここにある、ありますね、これ。すごく今、大事にしてるんです。このペン立てなんですけども、このペン立て、以前も紹介したんですけど、これ、すごく愉快なペン立てなんです。どんなふうに愉快かと申しますと、これ、ひよこなんです。ひよこから、ピュッとこと、鶏になりました。これ見たときにね、ひよこが鶏になるんだって、鶏の次は何になるんだろう、卵になっちゃうのかなって思ったんですけど、卵にならずにですね、ペンギンになっちゃったんですよ。ペンギンって、ペンギンって来たら次何になるのかなって皆さん思いません？で、私もね、ペンギンの次だから、北海道だからフクロウあたりが来るかなと思ったんですよ。フクロウあたりが来るかなと思ってこう見たら、キュッ、パンダが来たんです。 パンダが来ました。ものすごい気に入ってしまってね、買ってきたんですけど、こういうなんか作り手の人のその何でしょうね、温かさみたいなものがすごく私は私は感じて、これを思わずね、買ってきてしまいました。ちょっとね、障害を持たれ、知的障害を持たれた方の施設で作られたものらしいんですけども、すごくね、その何でしょうね、この感性がね、私は大好きで、このパンダが特に気に入って買ってまいりました。ね、パンダのコースターも一緒に買いました。まあ、こんなんでね、物ってね、人の心が伝わる、宿るものだと私は思います。ですから、本当に、物を大事にする心、心と形ってやっぱり、それぞれ、別のものじゃなくて、一緒のものなので、一緒に育てていかないとならないんじゃないかなというふうに感じます。全くね、関東圏の言葉からは外れちゃってるかもしれませんけどね、私自身、心と形って言われた時に、最近物をね、大事にしなくなったよな、私は大事にする心を持ち続けたいなというふうに思った次第です。皆さんはどう思ったでしょうか？はい、それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。それではまた。